アルバートパークサーキットのピットレーンアルバートパーク内の公道、湖、国庁アルバートパークサーキットは、オーストラリア連邦、ビクトリア州メルボルンにある公道を使用したコースである。1996年から F1 オーストラリア GP が開催されている。メルボルン市中心部から南へ約 2km に位置するアルバートパーク内のアルバートパーク湖を周回する公道と駐車場の一部がレースコースである。このためレース時の路面は汚れており滑りやすいと言われている。コースは比較的広く平坦な高速サーキットである。追い越しできるポイントは少ない。平坦な地形とセーフティバリアのため、特別観覧席以外からの展望はそれほど良くない。市街地コースの中では、ランオフエリアは比較的広く取られてはいるが、それでもパーマネントサーキットに比べれば非常に狭く、コースの大半の両サイドが大きな金網とウォールで覆われている。2001年にマーシャルが飛び散った破片に当たり死亡する事故が発生してからはフェンスも大きくなった。また2021年にコースレイアウトのリニューアル工事が行われており、平均速度が時速 15km 速くなり、ラップライムも5秒速くなることが予想される超高速サーキットに変化を遂げる予定。そのため、旧レイアウトでのオーストラリアグランプリは2019年をもって最後となった。そのため一つのミスで大クラッシュになることが多く、セーフティーカーの出動頻度も非常に高い。路面と芝生の境目のくぼみがとても大きく、2006年最終コーナーのミハエル・シューマッハ、2008年ターン12でのティモ・グロックのように一度タイヤを芝生に落とすとマシンは、跳ね上がって制御不能となり、そのままフェンスに突っ込むことが多いのもセーフティーカーの出動頻度の高い要因である。そのせいもあり、2003年から2009年まで毎年勝者が変わっている。3コーナーから5コーナーは駐車場の路面がそのまま使われている。そのため、通常路面よりさらに滑りやすく、スピンするマシンが非常に多い。季節柄、コース上の落ち葉の数も非常に多い。通常2月から道路の標識、ガードレールが外され、コース全面にフェンスを設置。組み立て式の観客席が設置される。レース専用の常設設備はコントロールタワーとピットのみで、観客席はレース開催時のみ設置される。ピットガレージは普段は体育館として利用されている。アルバートパークへは、市中心部からトラム96番、112番で約10分である。タイトコーナーは少なく、直線的な加速とハードブレーキングを繰り返す、ストップ&ゴータイプのサーキットである。コーナー出口でのトラクション性能や安定したブレーキ性能が要求される。各コーナーの観客席には、ブラバム、ジョーンズ、クラーク、アスカリ、スチュワート、プロストといった名ドライバーの名が付けられている。ホームストレートエンドの 1.2 コーナーは通過スピードが高く、続く直線に向けて車速を乗せると、鋭角のターン3でオーバーテイクを仕掛けることができる。4.5 コーナーへと旋回しながら加速し、シケインから右にカーブした先の9コーナーもパッシングポイントとなる。湖畔に沿って左にカーブしていくと、11.12 コーナーは高速の切り返しとなる。13.14 コーナーはオーバースピードでコースアウトを犯しやすい。ピットロード入り口のある15コーナーを小さく回り込み、最終コーナーを加速してホームストレートに戻る。ありがとうございます。